21世紀に入ってリーダー論が劇的に変わりつつあると思います。旧来の強烈なリーダーシップで仲間を引っ張る形からグループで成功を勝ち取るために一人一人が役割を持ち自ら進んでチャレンジする、そういうものをマネジメントできるテクニック、そういうリーダー像がこれからのリーダーだと思います。こういうお話をぜひ皆さんにお伝えできたらと思います。